こういうお話が分かった段階っていうのは、うん、なんかご感想ってありましたか？はい、小説も読ませていただいて、あと脚本も読んだんですけど、すごい切ないいいお話だなと思って、でも暦っていう役が結構難しいなとは思いましたね。最初意外と暦についてはあまり語られてないんですよ。どういう人でどういうことをしていてで謎に包まれたままの人なので、逆に暦の情報も足りないって思いました。基本的にまあここゆきさんちって言って毎日戻るじゃないですか。暦はあまりブレてないんですよね。どっちかといったらそれを受けたゆきすけが最終的には背中向けて返事しちゃったりとか、まあ、コーヒーやるからみたいな、まあ、そっけない日常になっていったら慣れてくっていうのを見て、あれっていう受けはありましたね。その辺最初はバタバタやってるゆきさんとっていう、そこでの自分なりの違いを出そうかなとかは思いました。撮影中印象的だったエピソードって？そうですね、やっぱたい焼きを今回一丁焼きって言って、こういう両面でパカッてやるやつでやったんですけど、1週間ぐらい通いました。師匠に教えていただき、監修してくださった方のとこまで行って、実際の一丁焼きのたい焼き屋さんで焼けるようになって、映画で使われてるたい焼きもほとんど実際に現場で私が焼いた焼かせてもらったんですけど、やっぱたくさん作るんで出来上がったらスタッフさんが後から食べてくださって、なんかたい焼きあんまり人生の中で私そんな食べてきてないんですけど、一丁焼きとあといっぱい並べられてる型のやつって全然違うみたいで、腕によりをかけるのっていうセリフがあるんです。そこが結構その一丁焼きのなんていうんですか、醍醐味というか、だから美味しい。なんで黒部さんはこんなに今時いっぱい焼ける方もあるのに一丁焼きのたい焼き屋さんやってるんだろうねって。でもたくさん人が来るから美味しいんですよね。こだわってるんですよ、その生地から何から。でも一番大事なのは腕によりをかけるっていう、その気持ちを込めるっていうのが一番大事だよっていうシーンです。一番好きなシーンです。なんでそんなに小梅さんが強いんだろうっていうのがちょっと分かった気がしますよね、あのセリフは。なんか現場で監督とのディスカッションみたいなのがありました？ありました。常に例えばなんとかだよねとか絶対言わない、そうだよねってこうして語尾とか伸ばさないし、あそうなんだみたいな、淡々としているところがあるんですけど、私は結構感情がたくさん出るのでそこを削るのが本当に難しかった。びっくりした時にへーって私なら言うのをあんま動じなかったりとかが、ちょっと今ね好きだねとか、でもこれ以上抑えたら全然なんか全然無視してる人みたいになりませんかとかは話しました。いやいや小嫁はそれぐらいでいいよとか、小嫁だったらそういう反応、そういう笑顔はしないかもとか、なんかにーって笑わないんじゃないとか、微笑みぐらいでいいんじゃないかなとかいうのは、小嫁さんだったらそんなスマイルで笑うかなとか言われましたよ。やっぱ語尾が多かったかな、伸ばさないで、語尾伸ばさないでってすごい言われました。完成した映画をご覧になった時っていうのは感想覚えてますか？映画が初めてなので、映画ってその1年ぐらい結構前に撮ってから完成するじゃないですか。で自分が出てないシーンももちろんあって、撮ってる時もわからないじゃないですか。その完成がやっと1年後に見れるっていうのが、今までの仕事でそんな長期のものないなと思ってて、だからそれをこう客観的に作品としてパッて見る日はすごい、もう前日からドキドキしてたし、試写会の前日はやっぱ見てみて本当にすごい、本当にいい作品だなって自分でも思いました。今回私はすごい大好きで、高木さんが音楽が入っていて、そのなんて言うんですかね、住んだなんかここは別世界なんじゃないのかなっていうような世界観、フィルターというかその撮り方、色合いと、まあ、カメラだったり照明だったり音楽だったりとかいう光とか全部がなんかすごい神秘的で、全部掛け合わさって最後まであっという間に見れるなっていうのが、見る人によって本当受け取り方違うんじゃないかなって思います。観客賞、受賞おめでとうございます。どうですかご感想？いや嬉しいですね。そういうふうになんか評価していただけるっていうのは、その作品をやっぱり見てる届けた方たち皆さんがやっぱどういうふうに見るのかなっていうのが一番興味があるところなので、
あのそういう風に評価をしていただけるっていうのはとても嬉しかったですね。私は映画が、まあ、初めての出演で初主演ということだったんですけれども、あの本当に素晴らしいキャストの皆さんとスタッフの皆さんと、私も初めて見た時に本当に、感動しました。自分で言うのもあれなんですけど感動したので、たくさんの方に本当見ていただきたいです。静かな雨、何度も劇場へ行って見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。目の色が好きだったんだ。初めて会った時のゆきさんの目、引き込まれそうな湖みたいな静かな色だった。小山さん、この世にいたところを巻き込まれたらしく、新しい記憶は残らない可能性があります。静かな雨。